ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、徳川家従属させて岡崎城を目指したね。一応最終予定地が終わりなんだぜ。そして今回が最終回。毎回独自エンディング発動させるときは本当に終わりにしていいのか悩む。見てるみんなが納得する終わり方ってのも難しいからな。そんなこんなの PK 最初のシリーズ伊達家編最終回。どうぞご賞覧あれ。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は岡崎城で風強発動して終わったんだったな。名古屋城まで巻き込んでこれで順調に攻めていければあと1回の出陣で終わり制圧できるかな。清洲城で風強発動すれば全部巻き込むだろうし。最悪攻められても名古屋城、鳴海城を渡して停戦、鳴海城で風強発動でも終わり制圧できると思う。現状どこも攻められてない状態。安心して騎乗できるな。あとは前回兵力の暴力が強いことを知ったから主力を兵力多い城に引っ越しさせて準備していこうと思う。駿府城とかな。ただ駿府城は今上杉家の援軍に出してるから騎乗次第かな。騎乗して兵力回復待ってる間に領内諸作で兵力増やせる城はどんどん増やして引っ越ししようと思う。こうやって見るとすでに兵力多くてもっと増やせる強い城がわかるな。岡崎城、新府城、韮山城、神原城かな。ただ岡崎城は前線で兵力支援する可能性があるから除外。新府城も豊臣家と隣接して攻められる可能性もあるんだぜ。新府城は一応育てて出陣できそうなら武将すぐに引っ越ししてもいいかも。名古屋城、鳴海城、安城城を防衛拠点にした。ただ兵力回復しないと攻城戦できないから、すぐに攻められた場合安城城を防衛最終ラインとしてそこまでは城を渡していこうと思う。なぜか鳥羽城に集まり出したな。もしかしたら主力の騎乗が吉田城だったからそれが影響したのかも。さあ回復させていこう。12万で攻めてきたな。ちょっと早くないかい？中国地方からも出陣してきてそうだ。どこが対象だろう。吉田城、名古屋城、二俣城みたいだな。あ、停戦交渉もある。今のままじゃ最前線が何も回復できてないから名古屋城渡して停戦結ぶか。それなら鳴海城も準備できるだろうし、名古屋城で威風発動すれば終わり制圧できるしな。ちなみに徳川家の援軍はどのくらいだろう。攻撃は8000。防衛も同じか。やっぱ停戦交渉が無難そうだ。一応鳴海城まで渡さないと交渉地足りないとかあったらやばいから城主は鳴海城まで抜いておくよ。直談。まさかの上杉家との同盟解除。しかも絶対条件だから飲まないとダメなのか。これ一方的な覇気だから通常通り中世や周辺勢力の関係悪化もあるぞ。なおさらやるメリットがなさそうだ。秀次さん前回はちょろい内容だったけど今回は重すぎた。さようなら。断っちゃった指導防衛していこうかな。守る城、捨てる城を決めた方が良さそうだ。最終防衛ラインは安城城。これを軸に作戦考えよう。現状狙われてるのは名古屋城、安城城、二俣城、吉田城。まずは必ず守らないとダメな城。二俣城、吉田城、安城城かな。どれも制圧されると安城城までの道が妨害されてしまうんだぜ。敵部隊の到着日数次第だけど吉田城、二俣城は防衛拠点にしたら守れるかも。大回りで来るから意外と時間はありそうだ。鳴海城も守れそうだけど名古屋城陥落した後すぐに攻められたら無理だからそのままにするか。めっちゃ考えた結果安城城まで交代。徳川家には吉田城に防衛援軍出してもらったよ。安城城は5000しか向かってきてないから秀宗に向かってもらってるんだぜ。多分兵力は削れるだろうから大丈夫なはず。よし、やっぱ旧武田領の規格は災害少なくていいや。豊臣家も相当ダメージ受けてそうだ。兵力削れるより兵糧収入低下してくれたら攻めてこれなくなるんだけどな。名古屋城陥落。でかい間を持ったけど長久で軍掌圧早いなら奪われても威風で奪還したら割と兵力多い状態かもね。確かに考えようによっちゃそうだな。12万追加。今度はすぐに鳴海城か。安城城、二俣城にも来てるから援軍が追加されてそうだ。ああ、これ安城城助けに行かないとやばそう。
吉田城は2万以上家康が削ってくれそうだし、甲状腺に持ち込めば大丈夫なんじゃないかな。二俣城も1万なら甲状腺で対処できる。回復してる部隊少数で名古屋城目標にして安城城防衛していくよ。なんで防衛なのに敵の城目標にしてるんだ。私の仮説が正しければ、おそらく豊臣家の弱点は兵糧、これにあると思うの。まあ前回兵糧衆見た時、兵糧収入削って日数に振ったりしてたからな。だから無駄に敵部隊出陣させてたら、そのうち攻めてこれなくなるんじゃないかと思って。うちはなんやかんや兵力はそこまで多くないけど、バランスがいいから割とすぐに出陣できるしな。でも秀次さんの部隊とか3万動かすのに兵糧どれだけいることか。しかも周辺も兵力が2万近い城が多い。ということは兵力削りながら出陣させれば攻勢に出られなくなるんじゃないかと。こっちが攻勢に兵糧の差でなっていくということか。ようやく北三騎城、攻撃力お化けの重真さん城主にしよう。今吉重にしてるが、これからまだいじって最終的に重真になるんだぜ。この城は手放さざるを得ません。鳴海城陥落。陥落前に主力たちの目標を鳴海城に変えてるよ。これで敵部隊は滞在、防衛にさらに出陣してくると思うんだぜ。三部隊だけど三万強は兵力あるからね。滞在させることによって攻める気もないのに、無駄に敵部隊の兵糧も奪っていくよ。徳川家壊滅。それでも残り5000まで削ってくれたな。これは余裕で守れる。安城城は岡崎城から、吉田城は長篠城から、二俣城は掛川城から、それぞれ支援設定してるよ。これで無理やり兵力増やして防衛有利にするんだぜ。安城城防衛戦。工場入る前に間に合ったんだぜ。甲状腺でも守れそうだったけど、より確実にするために合戦するよ。忠興さん捕獲。最終決戦だから投与を拒否したら容赦なく処断する。敵将絡めとく。成功したな。よろしい。ついでだから取られた軍だけ奪還してから騎乗しようと思う。放置すると兵力も減っちゃうしな。少し工夫を加え、奪還した式場。吉田城は4部隊ほど集まってきてるな。あ、甲状腺仕掛けてきたみたい。伊達家では防衛戦初めてだね。三村家合わせてもこれで2回目だがな。小松さんの顔ぶらかわいい。相手の兵力多いし、どこまで粘れるか。青楼がどこまで削るかも楽しみだな。鹿島神宮の効果が甲状腺ではかなり強い。それじゃあ時間進めながら作戦話していくよ。今回は鹿島神宮の効果と敵部隊の兵糧不足もあって、開幕からかなり式ゲージが優勢だから、青楼の範囲で柵から接敵して時間稼ぎしていこうと思う。青楼も時間経過で効果上がるしな。ヤバくなったら要所まで引いていく。進め。一部隊回り込んできたみたいだ。だが残念、そっちは材木庫の効果でより柵も強化されてるのだ。敵部隊壊滅させなくても時間さえ使えれば勝てるね。交代作戦をしていき、青楼まで撤退。大艦兵力多い部隊で攻められるとダメージで削るより先にこっちの兵力がつきそう。もしかしたら一つくらいは兵力回復の設備あってもいいかもしれないな。それは思った。なんなら城主が救護所持ちなら本陣付近にいれば回復できるのかな。まあそれでも青楼の効果は絶大だな。かなり兵力削ることに成功してるね。ゲージももう尽きるしかしだ。よし、勝利だな。実際に動かしてみて必要な設備分かったから、収穫ある防衛戦だった。我らが武を、戦ぶりを。およそ10倍の被害。あれだけ戦闘してもあまり削られてないし、やっぱ兵力回復あったら城門まで撤退しても相当粘れそうだ。天に昇る独眼竜の名を聞け。防衛移空は城主じゃなく大名がやるのね。なんと、まさか。よし、あとは二俣城の防衛だけだ。二俣城攻めてた部隊は撤退。各防衛拠点に救護所持ってる武将配置したよ。すぐ攻めてこないなと思ったら、やっぱ兵糧が尽きてたか。これ無印の豊臣家の方が強かったかもしれないな。火災で自ら兵糧削ってくれるのはありがたすぎる。
これならすぐには攻められないだろうし、今度はこちらの攻撃する番だ。前回は兵力差で苦戦した。ならば今度は部隊数も多くして総力戦にすれば兵力差を埋めれるんじゃないかと。確かに最悪退路で守って壊滅しても粘れはしそうだ。それに敵部隊集めるためにも出陣できる部隊一気に向かわせていく。岡崎城に集結。敵部隊朗々真っ赤だな。そうでなくてもないのに無理してカツカツで向かってきたんだろうね。こっちは部隊が縦長になっちゃってるからちょっと調整していくよ。動くとする。鳴海城の戦い。総力戦にしても兵力負けてるんだな。さすがだ。参戦部隊はこんな感じ。上に部隊が恐ろしいな。相手するとヤバそう。最終決戦になりそうだし、今回もダイジェストで合戦流していくよ。今回はおそらくプレイヤーに有利であろう弓マップ。どこまで弓の要所に敵部隊が絡んでくるかだな。作戦も話していこう。まずは一番左に吉次さんを配置。退路狙われないためなんだぜ。弓打ちを出せる要所には多少無茶してでも戦線維持できる正宗さん配置。そして弓の要所は攻撃力化け物集団配置なんだぜ。右は正幸さん先鋒使えば一人でも二人仲良くできるから単独で要所防衛。弓の要所は敵部隊が絡んできてもすぐに撃破できるように雪村配置なんだぜ。左の弓の要所はまさかのすんなり戦闘できそう。敵部隊が要所に寄り道してくれたおかげだな。左はこのまま敵部隊が接敵してくるまでに部隊でガンガン撃ち下ろしていくよ。右も同じなんだぜ。敵部隊完全に要所の方に集まったから吉重さん移動。弓妨害されないように早めに前で接敵して常に一部隊は撃ち下ろすようにしてるんだぜ。右も同じだよ。そのまま粘りながら吉重さんも左弓の要所に合流。正幸も先方で狙い通りスタミナ回復したんだぜ。敵部隊撤退。下も撤退。これまさかの3部隊撃ち下ろしできるんじゃ。なんて地獄。3万あった秀次さんの兵力も半分に。いけー、3部隊弓打ち下ろしじゃー。待っておりました。たまらずガラシャが撤退したようだ。今見たら弓の数えげつないんだけど。目にもかつ長撃破したようだ。ならあっちも2部隊打ち下ろしだね。彼らの矢にて敵を打ち果たす。右も撤退。あとは左だけか。あばばばばばばば。火力エグすぎだろ。最後は秀次さんかな。弓のダメージ毎秒300ほど出てるようだ。秀次さん撤退。前回と違いかなりの圧勝だな。弓マップ様々だ。なぜ敵陣地移したし。止まらねえ。止められぬわ。敵被害やばいな。メリーゴーランドなしで初めて10倍差出した。バガナを乗せ。めっちゃ広い。終わりの見込んだな。まさか。なんと周辺6巻き込んだみたい。敵も同様状態だらけだし、朗々も尽きてるから勝負ありかな。ここからは攻められる前に防衛設定、耐えて進んでいくって流れになりそうだ。機内制圧の最短ルートは伊賀上野城制圧してそのまま昇竜寺城に流れて威風発動。東の勢力使った時の定番ルートだな。最後に兵力確認。現状兵力20万差だな。従属勢力合わせたら同じくらいにならないかな。まあ数字以上に有利にはなってると思うけど。このままあと1は機内進行までやるか悩んだけど、有利な状況だし勝利は覆らないと思って独自エンディングにさせてもらおうと思う。PK 発売最初のシリーズ楽しんでいただけただろうか。三村家では弱小勢力、伊達家では巨大勢力で学ぶこと多かったし成長させてもらった。次のシリーズはやりたい武将いるからこっちで決めさせてもらおうと思う。明日の夜から開始予定なんだぜ。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは今シリーズも、ご視聴ありがとうございました。